こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は神戸市営地下鉄妙法寺駅を見に行きます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり旅行に行ったりした時の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。また動画の前半は地図を見ていくパートとなります。後半の方で実写の映像がありますのでね、概要欄にチャプターを作ってありますので、お好きなところから再生をお願いします。さて、それではね、早速地図を見ていくことにしましょう。神戸市営地下鉄妙法寺駅、所在地は神戸市須磨区横尾になります。周辺はね、意外と高層のマンションが多いなという感じですよね。で、駅がね、意外と混雑してるんですよね。うわ、意外と人いるなということなんですけど、これはね、地下鉄以外に交通の手段があまりないからなのかなと思ったりはしますね。それではね、早速地図を見ていくことにしましょう。昔の地図はこんな感じになっています。ひどい、ひどいって言ったら失礼ですけど、ほんとね、妙法寺駅も山なんですよね。まあ、駅自体はね、トンネルとトンネルの間にホームがありまして、そこに駅を作ってるんですけども、昔はご覧のような山と、周辺は確かにね、道もあるんですが、田畑が多いような、非常にのどかな地域だったようですね。この辺りは妙法寺川という川が流れてましてね、その川沿いには昔から道があったのかなという感じなんですけど、駅のあったある場所については本当山を削って作ったんだなというような感じです。はい、こちらがね、1974年から1978年までの写真となります。まだまだね、駅も建設中といった感じですよね。妙法寺駅開業したのは1977年、昭和52年となります。神戸市営地下鉄が開業したのが、このね、1977年に妙谷から新長田まで開業したのが、スタートということになっていまして、そこからね、西とか東に伸びていったようなイメージなので、この妙法寺駅というのも開業当初からある駅というような感じでね、非常に古い駅ですよね、今からしてみればね。こちらが1979年から1983年までの写真となります。この時期だと駅も少しはできてきているけど、まだね、周辺は本当何もないような感じですよね。更地になってますね。いや、ここ本当一軒家も何もないんですよね。ポツポツと団地が立ち始めてるかなといった感じなんですね。今では妙法寺駅のすぐこの南側にはリファーレ横尾というね、ショッピングセンターのようなものがありまして、コープを中心にね、いろんな商店が入っているところがありまして、買い物客でにぎわっております。こちらは1984年から86年までの写真で、一気にね、にぎやかになってきましたよね。で、こちらが2009年の写真、そしてこちらが2016年の写真となっております。地図では、この写真ではね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、ちょっとこっちがね、地図が見えちゃってますけど、この周辺もね、南側には団地が多くて、で、この駅のすぐ西側にはですね、高層のマンションが意外と多くてね、わ、こんな山のね、険しいところにこんなマンションを建てたんだというような感じが、実写の映像でもね、ご覧いただけるのかなと思ったりはします。で、妙法寺駅、妙法寺というだけあってね、近くにはこの妙法寺というのがあるんですけども、確かね、地図ではどちらだったかな。寺院が近くにちょこちょことあるんですけども、確かここが妙法寺だったと思うんですよ。で、ちょっとこのね、地理院地図の写真ではわからないけど、このね、山のこの間に妙法寺があるようです。意外と駅からこう見ると近いんですよね。実は私、妙法寺には行ったことがないんですよね。今度駅から近いんでね、覗いてみることにしましょう。はい。それではね、実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像になります。神戸市営地下鉄妙法寺駅です。
こちらは駅の南側になります。広場にはねベンチが数多くありまして、くつろいでる方がね、まあ人だけではなく鳩もくつろいでいました。鳩が意外と多いですよね。まあ餌をあげてる人がねいるのかもしれません。こちらがリファーレ横になります。駅のすごく近いところにね商店があるのは非常に便利ですよね。この駅の南側の地域は山を開拓して作られた住宅地なのでね、まあ元来店も少ないのでね、このリファーレ横は非常に貴重じゃないかなと思います。あと妙法寺といえばね、ご覧のように殺人事件が昔あって、これがまだ未解決なんですよね。駅の入り口近くにはローソンもありますね。撮影していると学生さんが非常にね多く、学校が近いだけあってね通りかかっていました。こちらは駅の北側になります。駅の北側にはね大きなバスロータリーがあります。ご覧のような感じで非常にね大きなバスロータリーなんですけど、まあバスのね路線がそんなに多いわけではないのでね、こちらも少し閑散としている感じですね。でこちら側にはタクシーもね止まってまして、一般車はこちらのロータリーを使うようなイメージなんでしょうか。そして駅の近く、ご覧のようにねこの山だったところ切り開いて高層マンションがね意外と多いんですよね。でどうですか、こちらよく見るとこれは何でしょうか。エスカレーターのようなものがこちらにあるんでしょうか。えらい険しいところにね、マンションを作ってますね。それでは駅を見に行ってみることにしましょう。こちらが改札前ですね。自動券売機も改札も非常に多いですよね。そして改札上の天井は三角の形で高く取られていまして、改札前のコンコース部分も非常に広いですよね。これは地図のパートでも言ったんですけども、妙法寺駅近くにね交通手段が少ないだけあって、また住宅地も多いので非常にね利用客の多い駅となっています。駅の先には横尾随道というのがありまして、こちらねトンネル先は板宿駅になります。それではホームの方を見に行ってみることにしましょう。まずは2番乗り場からです。さあ階段降りてきまして、こちらが2番乗り場になります。妙法寺駅は対面式ホームの2面2線の駅となります。トンネルとトンネルの間にね、ホームがあるような形になっていますね。続いて1番乗り場を見に行ってみることにしましょう。こちらの階段を降りてきたんですけども、この階段って駅のできた時はなかったですよね。こっちの向こう側の階段もそうなんですけども、確か最初にね妙法寺を撮影した時はこの階段の工事中の時にね撮影してたような気がするんですよね。まあ利用客がね多いこともあって階段が増やされたんだと思います。そしてこの天井付近にはねトゲトゲが非常に多い感じがしましたね。これは最初のところにも言ったんですけども、鳩が非常に多いんでね、こういう対策がされているのかなというふうに思います。こちらの階段は駅の開設当初からあった階段になるんでしょうね。さあそれではね、今回の動画は神戸市営地下鉄妙法寺駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。